はいどうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ファミリーマートでビザタッチ決済をすると1000円が当たるファミペイで顔商品を購入して30%還元もということで、今回はビザタッチとファミペイについてですね、この動画ではファミリーマートで開催されるお得なキャンペーンを2つに分けてお伝えします。もしですね、普段からファミリーマート利用されている方いらっしゃれば、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは それではですね、まず一つ目お伝えするキャンペーンこちらでございます。ファミリーマートでの500円以上でのお支払いはビザタッチがお得。抽選で12万名様に1000円が当たるキャンペーンでございます。こちらのキャンペーンですね、9月の1日から始まりまして、9月30日までの9月いっぱいのキャンペーンとなります。ではですね、キャンペーンの詳細を見ていきましょう。まあ、今回のキャンペーンですね、ここにも出てるように、ファミリーマートで税込み、 500円以上のビザタッチ決済を2回以上ご利用いただくと抽選で12万名様に1000円が当たるキャンペーンでございます。まあ、確実にもらえるっていうキャンペーンではないんですけども、500円以上2回なら、まあ、結構ハードルは低く参加ができるのかなと思います。しかもま、12万名様に1000円なら、おそらくもしかしたら、 当たる可能性ちょっと高いのかなって勝手に思ってます。でですね、対象の取引ということで、国内発行のビザカードでのタッチ決済取引、そして、スマートフォンウェアラブルルで、<music> そして、スマートフォン、ウェアラブルデバイスでのビザタッチ決済取引を含むということでございますんで、僕の場合、例えば Apple Watch とか、そして iPhone とか、まあそういったものも対象ということでございます。で、注意点こちら2つあるんですけども、タッチ決済以外のビザカードのご利用は、キャンペーンの対象の取引となりませんということと、楽天カードのビザは Apple Pay によるタッチ決済取引のみの対象となりますと、これちょっとね、変化球なところではあるんですけども、まあ、楽天カードのビザ使われている方は、 一部かななっってててて勝手にに思るるんででですすすけけけどもももし利用さされいい方ははねこここうう Apple Pay だだとになりますんで気をつけてくださいちなみにですね、僕が持ってるビザタッチが可能なクレジットカードということで、以前少しだけまあ紹介したことがあるんですが、こちら普通の SMBC の三井住友カード。で、こちら JAL カードですね。こちら JAL カードも見えるようにリップルマークが出てたりとか、あとビザラインペイクレジットカード。こちらもタッチ決済可能です。そして三井住友ナンバーレスのビザのタイプですね。クレジットカードであればこれが参加ができると。他にも、ちょっと前のデザインを ですけどもビザプリペとかビザプリペイドのキャッシュそしてロッキウグラムであったりとかあとイデアもまあ、これもねビザのタッチが可能ということでございますちょっとね写真撮るの忘れたんですけどもペイペイ銀行もですねビザのタッチができますんでまあ、こういったものでもねおそらく参加ができるかなと思いますんでぜひビザタッチが可能なカードを持ってる方は参加してみるのもいいんじゃないかなと思いますまあ、参加方法ということでね細かくねこのページには詳細が出ておりますまあ、今お伝えした内容もそうですし1回のご利用金額税込み五百円以上で一口とカウントしますと そして、2口獲得すると応募完了となり、事前エントリーは不要ですということでございますんで、もうやることとしたら500円以上をとりあえず2回タッチ決済を行うと。そうすれば勝手に参加がされるということですね。で、エントリー完了後は1回の利用金額税込み500円以上のタッチ決済のご利用回数に応じて工数が増えますと。例えばなんですけども、期間中のご利用が500円、1000円、1500円の場合は3口としてカウントされますと。複数回の取引は合算されませんということですので、 500円をね細細かく細かくく何回も決済すればまあ、僕は正直ね、500円をまあ2回して多分終わる気がします。それをね、複数のカードでするかなっていう感じかなと思います。で、やり方もね、こんな風に出ておりますね。まあ、注意点としてね、ここ大丈夫だと思うんですけども、他の決済手段 ID、e、とかクイックペーを通じて行われた決済は対象外となりますということでございますんで、まあ、これはね、まあ大丈夫だと思いますけども、とりあえず、ビザのタッチ決済を行ってください。ちなみにですね、このキャン キャンペーンの当選発表なんですけども、ここに出てるように、ご当選者には発表に変えて、2021年の11月以降に、ビザキャッシュバック、ファミリーマート、過去予定の名称でご利用いただいたビザタッチ決済対応カードにキャッシュバックが行われますと。キャッシュバックのタイミングの方法は、発行会社によって異なりますということでございますんで、だいたいこのあたりの時に、まあ、明細、クレジットカードとかプリペイドカード、 ま、管理してね、明細とかで確認するのが一番分かりやすいかなと思います。で、今お伝えした内容を踏まえてなんですけども、しっかりとね、このページの中に大きくお問い合わせということで、今回のこのキャンペーンでわからないことがあったら、ここにね、普通にメールで問い合わせてね、気になること、まあ、これが対象のカードとか、このカードであれば参加ができるかどうかとか、細かい内容が気になる方はね、実際に問い合わせて確認することを強くお勧めします。続きまして、二つ目のキャンペーンなんですけども、こちらですね。1回のお買い物で買おう商品を2個 2個以上同時にファミペイ払いで買うとファミペイボーナス30%戻ってくるキャンペーンということでございます。こちらのキャンペーンですね、すでに始まっておりまして、8月31日から9月27日までの、まあ、約1ヶ月ほどのキャンペーンでございます。それではですね、こちらも同じく詳細を見ていきましょう。このキャンペーンの概要なんですけども、ファミリーマートの店舗で1回のお買い物で、買う商品を2個以上同時にファミペイ払いで払うと、 対象商品のの合計金額税込みの30%が期間限定ファインペイボーナスに申請されますとそうなんですよね。今回間違えないで欲しいところは、対象店舗というのが、もう、ファミリーマートの店舗ということになります。まあ、顔のね、キャンペーンといえば、まあ、ペイペイのキャンペーンがすごい強いと思うんですけども、あれはね、ドラッグストアとかでペイペイ決済をしたら、ボーナスが付与されるっていうものだったんですけども、今回は、ファミリーマートで顔商品を買うっていうところがポイントとなります。で一部 ね出てるようにカネーボー、キュレル、ソフィーなヘルシア商品は対象外ですということでございますのでこれはね事前に押さえておいてくださいでボーナスの新定日に関したら10月29日頃に付与されて有効期限が3月31日ということでございますんでとりあえずね付与されたらもうファインペインボーナスはサクッと使うことを強くお勧めします、まあ、僕の場合おそらく Amazon ギフとかまあ、何かしらのポサカードで消化しそうな感じかなと思いますねでこのキャンペーンについてなんですけども一つ思うことが絶対あると思います 思うんですよそれはこちらですね果たしてファミリーマートで顔商品の購入は本当にお得なのかどうかっていうことなんですよね、まあ、せっかくなので一つ例をちょっと出してみたいと思うんですけどもこちらね僕がよく利用させていただく商品の一つですねメグリズムホット蒸気でアイマスクということでおすすめはこの完熟柚子の香りなんですけどもこの商品ですねその名の通りまあ、目が疲れてたりとかするとこのアイマスクをつけてまあ、約20分ほどね、このアイマスクからじわーっとこう蒸気が出て、まあ、温かい 状態で目を癒してくれるっていうことで、まあ、僕はね結構デスクワークが多いのでまあ、こういったアイマスクを使うことってのは結構多いんですけども、まあ、キャンペーンとか何かしらあるためにまあ、ドラッグスターのキャンペーンとかがあるためにこんな風に爆買いをすることが多いですなのでかなりねこういったホットアイマスクってすごい愛用させていただく顔商品の一つではあるんですけどもまあ実際にですねファミリーマートで同じ商品があるかちょっと行ってきたんですけどもしっかりとありましたこれ5枚入りで522円税込みで522円でありましたこれ柚子の香りではないんですけども無香料の ものですねまあ、これはねファミリーマード店頭にあった時の、まあ、商品の金額ということなんですけども比較対象として例えばですねこちらアマゾンですねアマゾンでこの同じ商品を見たらまあなぜかちょっと英語なのでよくわかんないんですけどもこれもお,なおそらく同じ商品で金額を見たらですねこちら386円だったんですよやっぱアマゾン安いですよねでもう一つ比較対象としてですねこちら松本清オンラインストアこちらを見た時に同じ商品を見たらですね522円税込みであったんですよねなので まあ見た感じは正直ね、この3つと比べたら、意外にもファミリーマートと松本清がですね、まあ、同じ金額だったんですよ。まあ、ちょっとね、実際のドラッグストアとか、他のディスコアントストアでの金額が、まあ、これよりさらに安くなってる可能性はあるかもしれないんですけども、ちょっとそこは今回は省きます。ちょっといけてなかったんですよね。<laughs> すいません。で、そこからですね、今回ファミペイの、ま顔、あ、30%還元キャンペーンですね、これを行った場合、まあ実質366円ぐらいで、この商品が買えるんじゃないかなっていうふうに思います。 思思いいますすす、まあ、ぶっちゃけけででね Amazon とと比較したらそんんなななにまあ変わりはないのかなと思うんですけどもおそらく商品によってはほんの少しだけお得になるんじゃないかなと思います。ですけども先ほどお伝えしたようにおそらく実際のドラッグストアとか他のディスカウントストアとかの場合はもしかするとこれより安くなってるかもしれないです。ちょっとこれに関してね分かる方いらっしゃればぜひコメントいただければ嬉しいです。ということでね、今回お伝えした2つのキャンペーンサクッとまとめるとまずはファミリーマートのビザタッチの キャンペーンですね。こちらキャンペーンの特典として、抽選で12万名様に1000円が当たるキャンペーンでございます。こちらキャンペーンの期間は9月の1日からスタートして、9月の30日まで。条件2つあるんですけども、ファミリーマートでビザタッチ決済を行うということ、そして税込500円以上の決済を2回以上行うということですね。事前エントリーは不要でございますので、とりあえずこの1、2番をクリアすれば OK です。で、対象カードなんですけども、基本的には国内発行のビザカード、スマートフォンとかウェアラブルデバイスも含むという とということでございますのでまあのののでででで iPhone Apple Pay Apple Watch タッチ決済とととかかそういったものでもす、OK、すよとですけども、楽天カードに関しては、Visa の Apple Pay のみが対応、対象ということでございますので、もしね、楽天カードの Visa タッチ使われる方は、必ずここは気をつけてください。で、当選日なんですけども、発表に変えて、2021年の11月以降に分かると。ですけども、これカード会社によって変わってきますんで、まあ、メーサイトがでその時に確認してみてください。続きまして、ファミペイと顔のキャンペーンなんですけども、ファミリーマートで顔商品をファミペイ払いをすると、 30%還元キャンペーンということで期間は本日8月31日からスタートしておりまして9月の27日まででございます条件なんですけども1回のお買い物で買う商品を2個以上同時にファインペイ払いを行うとそうすることによって30%還元を受けることができますですけども一部対象外の商品もあるんですがカネーボーそしてキューレールソフィーなヘルシア商品こういったものは対象外とで付与される日程が2021年の10月29日でその付与されたファインペイボーナスは2022年の3月31日 といいうこととででございますんでとりあえずファインペインボーナスは付与されたらもうサクッと早い段階で使うことをおすすめします。 まあそんなこんなで今回はファミリーマートで開催される9月のキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、今回ね僕がこのキャンペーンに参加するときは確かファミリーマートってゴミ袋ってクレジットカードでいけましたっけもしいけるのであればゴミ袋を買おうかなと思うんですけどもこれもぜひねわかる方いらっしゃればコメントいただけると嬉しいです。確かクイックペイとか電子マネーはダメだったんですけどもクレジットカードはいけたような気もしなくもないんですけどね。すいませんちょっとこちらは事前の リサーチ不足でございますもしねゴミ袋がいければゴミ袋で多分達成できそうな気がしますで顔商品のこの30%戻ってくるキャンペーンはまあ、もしねご自身が住んでる地域のドラッグストアとかスーパーが安ければそっちを優先していただいて結構なんですけどももう基本的に全ての生活をファミリーマートで決済してるよとか、まあ、ファミペイをよく利用されてるよっていう方がいらっしゃればまあ、このタイミングでね利用してみるのも結構ありなのかなという風に思います今回お伝えさせていただいたキャンペーンのそれぞれのリンク概要欄に貼っておきますんで詳細気になる方いらっしゃる チェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、今日はね、ちょっとツイッターでもつぶやいた内容ではあるんですけども、ちょっと気になってね、思わず動画でさせていただいたんですが、ファミペイのクーポンの部分なんですけども、ま、こういったようにチャージの日の時にもらえる無料クーポンであったりとか、ま、ここですね、ま、たまにね、お酒とかくれるんですよね、ファミペイって。で、今日配布されたお酒がこちらの朝日スーパードライ、なんと 500ml もらったんですよ。これ、ほんとテンション上がりましたね。で、こういったクーポンなんですけども、よくね、動画のコメント欄であったりとか、ツイッターのリプランで、どんな基準で配られてるのっていうこと とこで、結構コメントいただくことがあるんでですよでこれについてですね、まあ、本日ツイッターでフォロワーさんから教えていただきまして、それがですね、こ、このクーポンをですね、詳細を見るをタップしたときに、こういった画面が出てるんですが、この画面のちょっと下の方ですね、まあ、拡大したらわかりやすいんですけども、ここ、過去に、 ファミペイア,アプリを提示して酒商品をご購入いただいた方を対象になんと抽選していますということでございました実はですね僕これまあ、前々からちょくちょくねクーポンもらってたんですけどもこの部分よく読んでなかったんですよそうなんですよなんかこうまさか抽選で来てたんだと思って ですけども、僕の場合ですね、ファミリーマートでお酒を買うことってほぼほぼないんですよ。こういったクーポンをもらった時に引き換えに行くぐらいしかしないんですよね。お酒大体もし買う時ってなってもスーパーとかで購入することがあるので、ファミリーマートで買うことってほぼほぼないんですけども、まあなのでこの内容を踏まえると、お酒のクーポンをもらって、で、それがですね、実質、 買ったことになってるのかどうか分かんないんですけども、まあ、そこからファミリーマートで引き換えをすると。そうすることによって、まあ、抽選に参加がされると。で、お酒のクーポンまたもらって、で、ファミリーマートで引き換えっていう感じで、もしやと思って、え、これって無限に抽選いけるんじゃないかなっていうね、勝手に思っちゃいました。いや、まあ、そんなことはないと思うんですけども、システムが未だにちょっと僕の中ではよく分かってないんですが、基本的にファミリーマートでお酒を買うことはないので、まあ、先ほどお伝えしたこの抽選っていうのが、 おそらくクーポンが配布されて、そのクーポンを引き換えた場合でも、ま、抽選に参加できているようなシステムになっているのかなというふうにも今回勝手に思いました。ちなみにこのクーポンは、だいたい火曜日ぐらいに配布されることが多いので、もしね、ファインペイのインストールされてない方はね、こういった,た、こういった楽しみ方も、ま、一つあるのかなというふうに思います。ということで、ありがとうございました。